これカイバンドの今度新しいアルバムが、はい、なんていうか10ベストアルバムが出まして、ベストオブロックセット、どれぐらいぶりなんやろな。今日は本人に聞いたらいいんですけど、まだ本人喋らせたらもしつこいですからね。まだ喋る。カリスメのウィングってサッカーじゃないんだから。スイングスイングやで、スイングやカリスメのウィングが出てってどうするんだ。まあ静かにしてください。まだ言ってないんだから本当に。こういう関係性なんですか。あ、上柳正彦です、はい、お邪魔してます。それでは紹介したいと思います、はい、もう紹介したらもうだだしゃべりでなってしまいますんでね。紹介します。甲斐義弘さんでございます。どうもよろしくお願いします。しで僕はまあずっといつものようにこれいつものようにですか、ずっとこうまた聞いてきました改めて。はい、はい、このアルバムをね、これちょっとありがとうございます。見てくださいよこれね、はいはい、聞いてきました。でちょっとなぜこのね、翼あるものが入ってないのか、綺麗な細やかな字やね。綺麗な字ですね。細かいですよね、ある種細やかな字。いや細かいって細やかな字だよね。大胆ですけど、ほんま神経がこうやということを分かっていただけると思うんですよね。そうですね。はい、分かってますけど。あまり賛同したくないです。賛同したい。でもこのなぜこれは翼あるものがこれに入ってないのかということですよね。はい、それはどういうことなんですかね。これ実はそのベストアルバムなんですけど、はいはい、まあ、カバー曲もぜひ入れたいなと思ってたんですよ、うん、はいはい、そのカイバンドの現在とかカイバンドの今を伝えるために、うん、新曲ってのもいいんですけど、うん、それよかその皆さんがあのご存知で有名な曲がいいんじゃないか、はいはい、それでキーハンターのそうドラマの主題歌の「これは机上のライセンス」。誰が元は誰なんですか。これは野際陽子さんが。いやいや野際陽子分かってるけど、うんうん、野際陽子さんのこれ歌は誰だったんですか。元この曲を作らはったのは。これ作詞は佐藤純也みたいなね、映画監督。作曲はなんかよく分かんないんですか。最初の出だしがあのドリフのね、ズン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 。それ言ったらおしまいだよ。それはそれ違う。違うの。うん、学校で一緒のタイミングで歌うな。なんなんやろなと思うな。非常のライセンスを。でででででででと、ドゥンドゥンダンダンと違うからね。あ、そうそうか。俺細かいことわからんが、大体で見てると、そんなことなのかなと思ったんですけどね。あの、気づかんといてください。もう、そういう付き合いですから。長い付き合いなんですよね。長い付き合いです。長い付き合いです。もう。いつぐらいからですか。もうそれは40年ぐらいね。もう別アルバムのことはいいですか。はい、いいです。いやそういうふうに、どんどん飛ばしていくのが、この人の細やかさ。ああ、細かだから。全部拾おうとするあまりこういうことになるということですよ。もうちょっと対極的な感じで言ってほしいんですけどね。昔からこんなんやから直らへんやんか。でもね、このここに非常のライセンスで、他にこれっていうのどれを入れたら。いやそれで、あのなんだっけ、カリソメのスイングという曲ね、うんうんうん、それ昔ちょっとこうジャージーな感じなんですけど、うん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 、カリソメのあじゃなくて裏切りの街角の次のシングルなんですけど、うんうんうん、ドラムが入ってなかったんで、うん、どうしてもこうドラムのこうブラシを入れたかったんですよ、うん、そうするともっとジャージーになるんで。ああそうかそうか、うんうん、だからこう それは新たにレコーディングして 歌も歌い直して。めっちゃ前やったら分かりますよね。これも僕星2つ入れてるんですけどね、うん、これね星2つ入れて、ね、ジャージーなタッチになって余計に良くなって、良くなってますねこれ。でチンピラもまあそういう感じでちょっとここ直したいなってあったんで、はい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 、その2曲を新たにレコーディングして。金ポーゲも良かったですよ。はい、うん、で、うん、あのセカンドシングルの「うなぎの街角」から、うん、一昨年はい、今話題の、うん、あの船越さんの主題、はいはい、あのドラマの主題歌の、はいはい、そのブラッド・イン・ザ・ストリートっていう曲まで、まあ、40数年分が全部入っ総ざらいで入ってるから、そこまでが全部入ってるんで、まあ、うん、ほらベストアルバムっていうとこうただこう昔の売れた曲をただ並べるっていうのもいいんだけど、なんかもうちょっと ひねりした方がいいっていうんで、うんうん、でまああのベストアルバムとしても完成度が高くねリリースするんだからしなくちゃいけないんですけど、うん、さらにこのベストアルバムの曲順がそのまま9月から始まるツアーのセットリストになる。だからもうでもその辺はもうやっぱり細かい人間が全部言うてんやの、ここはこうなんだよってこうなんだよって。そうだからさっきの一番最初に聞いた、うん、翼あるものは何で入ってないのか、うん、っていうこと。結局ずっとセットリスト、ほらこれベストアルバムの曲順がツアーの曲順にもなるから、うんうん、でずっと並べてみるわけじゃないですか、はいはい、でこう逆算もしたりして、はい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 、で今回翼残念ながら漏れていくなという、うん、怒るよ翼は。なんで俺こんだけ
甲斐バンドを食わしてきて、なぜ私捨てられたのと。翼がね。うん、翼が怒る、翼が。やっぱカリスマのウィングだね、それじゃね。そう怒るよ、それは。怒るね、ウィング。え、外されたのって。ものすごい。あれっていう。そう、うん。それは絶対怒ると思うね。うん、コンサートでこの順でやりますっていうのをもう最初に発表して、うん、でそれも CD でベストアルバムで並べて、うんうん、でいざまた当日迎えて、うん、9月の23日、うん、埼玉戸田市文化会館が始まりますが、うん、これ結構なプレッシャーですよね。めちゃくちゃリスク高いですね。手の内明かしちゃってるわけですよね。そうそう、ある種ね。だからベストアルバムとしてのクオリティ完成度も高くないといけないんだけど、うん、そろそろツアーのリハーサルっていう時にやっぱこの曲順じゃなかったかなっていやあるでしょ。いやいやっていうこともあるじゃないですか。だからもうそれ俺が落語会やるので、うん、もうこれとこれとこれって、まあ、三席やんだったらこうしようと思うんだけど、うん、パーン外して違うのできるでしょ直前ね。だから中戸でこれにしようって言って外す時あるんだけど、うん、それはもうしないでしょ。しない。だから本当に緊迫して2ヶ月ぐらい考えて、うん、あまりに息苦しくなったんで、うん、オアフに10日間逃げるっていう。ああ逃げた逃げたあれやっぱハワイって逃げれるでしょ。それであのオアフの人徳の片隅でそっと、うん、酒飲んでましたよ。このこと一旦置いたんですか、それともちょっと置いたんです、ね、6年な。でも戻ってくる頃にはもう腹決まってたんで、うん、でもまあその帰りのやな9時間ぐらいでやで、またな、なんかもういや違うかな。いやそれはね全く考えないようにしたら、うんうん、そこまでは、うん、日本に戻ってきて考えるようにして。もう同じことやってるよ俺。向こう行ってツアーの時のそのネタをどれにするか、うん、俺らはやっぱ自分でずっと食らなあかんからね、うん、で新しいのここを置いといて昔のこの古いのをこっち持ってくる、うん、ずっと稽古してくる。いや違うなと向こう置くもうそんなことばっかりしてるもん本当に。で、でもこれはねバンドもいんねんから、うん、まあもちろんこれやろうと思うねんけども、うん、ちょっと稽古も下なんのちゃうの。ギターも弾きたがってってなるやんか10日間の間にちょっとひどこうかって、うん、もうそれはどないすんの。いやいやとにかく戻ってきてリラックスした10日間を送っといて楽器は持っていかなかったんですか。まあ、全く何にもしない。もう一切考えなかった。それはあほんまのリラックスや本当に。それでもう毎日プール使って文庫本持って行って水に浸かりながらも読むっていうみたいなことをしてて。へえ、何人で行った。家族で行ったの。いや二人で、神さんと。ああもうね俺らこの年になったらもう神さんと二人やねんって、うん、ね。いいよね。すごい、すっごいめちゃくちゃいいよね、うん、めちゃめちゃいい。だからこれが分かるのすごいね。神さんと二人で行くっていうのは、うん、ここらまだ子供小さいから行かれへんねん。まあそういう境地には達しないですよ、ね、それで行きがけもう最近そうなんだけど、まあ、6月にもニューヨークとワシントン DC 行ったりしてるんですけど、それはカミさんと2人でそれはまた別の連れもいて、うんうんうん、それであの U2 見に行ったのワシントン DC とかそういうのいろいろあったんですけど、だからそのとにかく行く飛行機全て映画を全部ずっと見てる。酒飲みながら、それでその日着くじゃないですか。夕方まで一切寝ないで、そうすると時差がなくなるのね。そうそう、それは絶対せなあかんね。でもニューヨークなんかきついやろがな。いやどうもない、5本ぐらい見てた。ただね飛行機の中でね、あのなんだっけ、この世界の片隅にだけはダメだと思った。あのクレベンが、最初の20分がクレベンが全く頭に入ってこないっていうザー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 してるからね俺はあれ見たわ、あの君の名は。あれは飛行機の中で見るもの、ね、そうそう、あるでしょうね。結構良かったね。空とか星空が出てくるのか、ね、あみんな言うのはこれやなっていうのもね。そうそう、もう全然見てなかったの。これなんやと。であの女の子はまたうまいね、うん、あの新人の子がね、うん、ええやんかあれ、白石萌音さん、そうそうそう、その子うまいよそれ、うん、うん、同じようなことやってんねんか。そう、鶴瓶さんは仕事をモードは一応緩やかだけど持っていき、解散は全く持っていかない。でもいつももう落語ってやっぱりいつも仕事モードにしとかないと、まあ、ていうかあの、うん、人マンツーマンじゃないですか、うん、そうそう、うん、自分だけやもん。そうなの。だから僕らとそこ違うんです。ここは変な、ここは編曲の、ここ、こんなこうしようとかね、うん、うん、何かの折にすぐそういう考える癖がずっとついてるでしょ、うん、もうそうそうそう、ね、もう何か、もうずっと占い師なの。いやいや俺のだから作詞作曲もそれにちょっと近いのよ。へえ、だからずっとスイッチ入れてる時はその作る曲を、そのかなり一緒なんです。
今日は7月にカイバンドの最新ベストアルバムを発売し、9月23日からツアーが始まるカイヨシヒロさんがスタジオにお越しです。でもカイバンドのメンバーいうのは久しぶりに、まあもうこの間もちょっとやってたけど、うん、会うのはそんなしょっちゅうじゃないでしょ。今3年に1回ですか。あれどないすんの、その3年に1回って他の人は何したん、ずっと冬眠したんの。いやいやそんなことないです、いろいろ。あ、仕事したんの、うん、いろいろ。田中一郎も、あ、田中一郎、うん、まあ田中一郎やしね、うん、うん、で集まるわけや、集合。そうそう、大体3年パターンですね、今スパンとしては。俺前から会に聞こうみたいだけど、うん、最初なら会バンドってつけたはないの、いろいろあるやんか。いやいや、昔があるね、昔を他にもちゃんとしたな名前あるやんか。他にもいくつか考えたような気がするんだけど、うんうん、結局なんか周りがみんなそれでもうそれで行こうよっていう感じですかね。さすがに井上孝之バンドはあったけどね、カイ、うん、バンドはないもん、ね、なかったよ。あの時代そんなんないのよ、みんな。ないない。もうチューリップとかね、そうそうそう、もうそういう名前、うん、名前つけてんねんか、ね、ソロで出てんのやないねんから、うん。バンドはないんですよ。フォーク系だとね、うんうん、小室仁さんであったりとか、六門線、ね、六門線だったりとか、こうせつさんが最初はね、うんうん、南こうせつとかぐや姫って言ってたけど、あ、でも、ロックバンドではなかなかね。いやでもね、それ南こうせつとなんたらでしょ。そうそうそう、ここはもうカイバンドですもんね。俺のバンドやで、お前これでいいなやって、もうさらに強い感じがするもんね。そう、カイバンドやで、カイヨシヒロでいいのちゃうねん、カイバンドやで、そうそうそう、あんたらもこれでいいなってなってるわけ。そうです、その通りです。それはね、思い切った、思い切った発想、あれ案外思い切った発想やね、うん。いや、そうなのよね、うん、当時みんな あんまりそのこと、うん、聞かないようにしてたけど、そうそうそう、まあね、うん、それはもうおもろい。でもなんか周りからうまくそうやって持っていかれて押し切られた感じですかね。ああ、うん、まあもうほんまに買いバンドやからな。まあそれと、あの、もともとレコード会社と契約するときにソロで契約するつもりでレコード会社が来てて、あ、それをいやいやもうバンドでやりたいんだけど、逆やな、逆やわ。でも頭の中でバンドのサウンドしか鳴ってなかったんで、もうこれ無理だなってずっと思ってた。ソロでデビューってなると全然違う。カイヨシヒロさん出ましたね。あとそこまで自分好きじゃない僕は。あ、やっぱりソロでやる人すごいよね。うん、すごいなと思って。いやだから今こうやって何年経ってもまたカイバンドとして集まるわけなんか、まあ、そうですね。せやろ、ソロじゃなく、ソロでっていうかじゃなく違う名前ついてたら、うん、カイヨシヒロで出なくわけんか、うん、カイバンドだからうまくなってんねん、それ。その通り。もうどんどんカイバンドでええと、ね、カイヨシヒロと違うもんね。違うね、全然違うね。これが絶妙な。だからうまいこと、その辺はね、細かいよ。分かってんねん、もう将来見据えて。ね。今日は7月にカイバンドの最新ベストアルバムを発売し、9月23日からツアーが始まるカイヨシヒロさんがスタジオにお越しです。150本ぐらいやってたんや。やってた。だから俺たちかアリスかみたいな感じだった。ああ。いや、これ10本近くですよ。一応言っときましょうかね。っカイバンド3年ぶりの全国ツアー、カイバンドツアー、カリソメのスイング2017ということで、9月23日土曜日、埼玉の戸田文化会館で始まりまして、関東地方ですと10月の29日日曜日、神奈川県相模女子大学のグリーンホールでございますね。大ホールでありますね。そしてずっと関東はですね、12月の3日日曜日、これが最終でございますね、東京の東京ドームシティホールでございます、はい。これ3年ぶりって言うんだけど、まあまあでも今度はこのベストアルバム携えながらなんで、やっぱりステージセットももっとね、さらに豪華になってる。みんなもう次に歌う曲分かってて、そうですよ、座ってるわけですよね。うわ、そうきたかとかっていう輪がない。あの、まあ、鶴さんなんかご存知ですけど、もう僕らの、うん、あのオーディエンスってもう大合唱するじゃないですか、うん、そうそうそう、だからもう予習して、まあまあ、うん、そういう昔覚えて流れ分かってきてくれる、うん、せやけど、かい、やっぱほんまにね、その親に感謝しなあかん、その声、その声は、それな、お兄さんもそんな声なの？違う、僕だけ。それはね、意外と兄弟はなんか甘い声だもん。甘い声なの、うん、枯れてないんだよ、ね、この声は、ね、この見てみな、地下室のメロディーの、うんうん、あのやっぱりこの声がええのよね。うん、おー、いや、まあみんなその声やけども、1曲目のこれっていうのもそうやって、やっぱり、あの、僕の枯れ方って、うん、普通日本人の人ってこう枯れてるけど、うん、僕ちょっと違ってる、僕
さらにちょっと乾いてるんですよ。乾いてんねん、乾いてん。枯れてて乾いてるのちょっとあんまりいないんだよね。ポップコーン頬張ってなんていうのは、あれはね、そうやろ、ポップコーン頬張って、うん。うん。そうですよね。ただし、あのね、やっぱり角あれもそうやねんって、ポップコーン頬張ってなんてね、うん、そんなしないよ。ポップコーン頬張ってやで。ほんまに。映画を見るならフランス映画さん。そう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 。から始まる。うん。いやだからその、うん、意表つくよね。だから案外ね、そのアンナとか大ヒットの曲よりも僕はそっちの方が、うん、あのあれやね、さ裏切りの街かと、もまあヒットしたけどさ、ファンの中ですからね、うん、これ、うん、アンナとかそれからヒーローとかね、うん、それはもうベタベタでガーンいったやんか、うん、どれが一番、やっぱヒーローが一番売れたやん。そうね、180万ぐらい売れた、1位にね、うん、だからシングルとして1位っていう光景を見たんですよね。その頃のあの他に、まあ、ザ・ベスト10で一緒に行ってた人で普通のポピュラーやったら誰が言ってたか、いやその海バンドヒーローとか出るやんか、それけどその人演歌とか、なんか YMCA、 あ YMCA、 あヤングマン、ヤングマンを蹴落としてヒーローかな、ヤングマンを蹴落とした、うん、でしばらくしてアリスがチャンピオン、あ、いなんかそういう感じじゃないですか。だからやっぱりみんなそうやって歌謡曲とフォークとロックがこうまだベスト10の中でせめぎ合ってる時代ですよね。サンマがようあんな歌を取ったもん、うん、サンマがねまたちょっとあんな声やから、最後の容疑者も、最後の容疑者も好きやった、もう毎節コンサートかな、イントロ長くて喋りがでスポットって全然キー違うとこから入ってくるってねいや、もうやってますよ、俺に見に来いって言うから見に行ったらそんなの見せられたんだよ俺この人変わってるなと思って最後の容疑者が一番最後に入ってるんですよね、やっぱね。いや、それでその例のジミー、ね、ジミーってドラマ、ネットフリックスにもね、いろいろあったじゃないですか、あれのエンディングでミーシャが最後の容疑者をカバーしてくれてる。今の若い連中らもやっぱりこれはもう、もうびっくりするやろなと思う、まあ、聞いたことのないやつも、うん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 、それはそうやろね。で今あのネットがすごい、あのなんていうの、こうすごいじゃないですか。そうやってんの。いやいや、それで、あの薬師寺のライブを 5,6 年前にやった時に、うん、その DVD 作んなきゃいけないから編集僕全部かかってるんで見てたら、うん、すごい10代の後半とか20代の前半とか増えてるのね。ああ、見に来てんのが、うん、なんでなんだろうと思ったら、はい、考えたら、はい、YouTube で今見れるじゃないですか。80年代、70年代の見るの大好きっていう10代、20代膨大に映像があるのね、会話の。ああ、それ全部上がってるんで、多分それを見て、ね、この曲なんいいなってちょっと思って YouTube 行き見て、でフィードバックしてくるみたいな。僕は明け方から、うん、早朝の番組やってるんですけど、うん、大学生がなんで君たち70年代や80年代こういう曲リクエストくんの渋いねって言うと YouTube で知って、ああそうか、いいなと思って、うん、ちょっと気になった人は YouTube でみんな検索するんだね、うん、あれいろんなとこへ人集めたやんか、言うたらそうやな、川口湖か、芦ノ湖、箱根のところ、うん、それから今都庁が当たってる、そうそうビッグギフだね、うん、82年か3年ぐらいです。83年3年だ。どう集めたん、都庁の立ってるところに。いや違う違う、あれ都庁は立ってなかった、都庁立つ前、いやいや、だから、うん、立つ前はどれぐらいの広さやったん、うん、いや3万人、2万人、3万人、3万人、3万人ですよ、3万人が入ってたっていう、3万人で空き地ですよ、ね、囲まれてね、だから空き地です、ね、本当にあれですよね、あの後にその仮設トイレとかを、うん、ああいう野外イベントでやるときにどうするのかっていうのを全部解散が、そうそう、インフラは僕らがやったんですよね。そうだから生ゴミは3万人だとどれぐらい出るかとかいうデータをちゃんと残してるんですよ。だから今のほら夏フェスやってるじゃないですか、あれの基本のデータです。それをもとに皆さん、あの空き地のところのね、都庁のところのね、それはでも、はい、よしひょがあったよな、そのゴミどんだけ出んねんとかね、そんなやる人少ないのにそんな出るやろとか、じゃあイベントの人が、イベントの人がやってた、そうそう、ほらもう3万人になって、翌日こうゴミ収集車が何台とかあるじゃないですか、それが全く足りなかったんですよ。だから何回も往復してもらってってことになるんだけど、その時にデータが全部残ってる。だって3万人どころか、だって上から見られましたからね、あれね、あれすごい光景だったな、僕はあれは言ってるんですよ。それはでも OK 出すよう出したの、いや本当ですよね、周りが高くなってるんですよね、それで
一応見えないようにって言ってそこのネットに全部ポスターを貼っていったんですよ。だけどね、粋だったのがこのイベンターが、今ディスクガレージ僕の担当だった人間は社長になってますけど、あ本当社長になってるんですけど、その直前にいっぱいいるじゃない、したらねもう剥がせって言って全部イベンターが剥がしてた。貼ったのもイベンターだけど直前で剥がしてた。のもこれいいと見せてあげようと、見せようと、そういうところが昔のね、うん、いいとこですよ、うん、いやだからそのね歴史を見てると今こうやって見てこうやって追ってるとおもろいよね、まあ、昔から変わってないねんけど、うん、まあ、こっちも変わってないしこっちも変わってないからね、お互いがこんなんやけど、いや不思議よねこれ、芸能界をまだ走り続けてるっていうのはね、うん、うん、不思議やで。あとなんかあれですよね、なんかこう変に爪痕残すとかそういうしゃらくさいことももうちょっと置いといて、うん、もうここまで来たらなんか自分がどこまでいけるのかとかさ、いやもうこれはもう本当に新たなことは、新たな知恵はどこで気づけるのかとか、うん、そっちにしか興味ないですよね。そうそうそう、それからその爪痕とかなしにやっぱこのままちゃんとやっぱり走り続けるっていうかね、 その、うん、もう新しい、まあ俺らとお笑いの連中らも含めて一緒に走るっていうかね、うん、言うたらその俺もそうやけどそっちも、うん、そんなねあれやんか、うん、これじゃ松竹芸能やで、偉いね松竹芸能やね、素晴らしいよね、うん、ちさ元気、ちさ元気最初の方のマネージャーですもんね、そうそうそう、で一緒にあのそうそう一緒に座席座って、うん、あの2人で説教してたもんね、そうそう、ちさお前ねって言った赤羽のと最初のマネージャーとえらい喧嘩してお前なっつやめとけと、いやいやそれもしょうがないことやね、あのイブっていうスナックでね上がっていってね映画のこと喧嘩してんねん、だからうちのマネージャーも引き合ええのに控えへんねん、お前らな映画のことだもんね、映画のことどうでもいいよな、えらい喧嘩してる、いやお前らなちょっと待ってくれとね、お前なんでなのと、そほんまにだからうちのマネージャーもあかんねん、ここもあかんねん、やっぱり喧嘩してんの何をしてんねんお前ら、でそこねものすごい急な階段なの、で俺連れて行って蹴落とそうっつったんだよやめとけやめとけってもうあれそんなやめこいつや、カイさんは鶴瓶さんの周辺の方とよく喧嘩をするんですけど、違います違います、ここは喧嘩になんないんですね、ここはなんない、全然全然なんない、全然なんない、なんないよそんな、大阪はどこ今しょっちゅう来てんの、うん行ってってる、年に2回は絶対行ってるよ、白岩と会うの、白岩、俺も白岩会ってないの、あそうか、ほんと前ようしょっちゅう会うてご飯食べたもんね、その方はどなたなんですか、それはあの読売テレビの人やったんやけどね、うん、パペポとかやられて、パペポやってたやつで、パペポに出たアーティスト僕だけでしょ、そうそうそう、はあそうやん、そんな見に来たんやってたパペポあるんですね、見に来たんはあのいてるけど出たんはこういう、うん、うんうん、そうやな、うん、あそうかそうか、いやでもこうやってラジオ聞いてる人は、ね、ここまでの歴史を聞いてくれてるっていうのは、でずっと大手のファンもおるやろ、ファンももちろんおるし、流れをずっとね、ずっと知ってるファンもおるし、うん、新しいやつもおる、そうですそうです、その子らの子供も連れてきたりするという、うんうん、かなり3世代っぽくなってますもんね、いや、まあ、今日はお二人のシャッターを無理やりこじ開けて裸の人が、その女性が歯を磨いてて20分後に言って、これはパンツ新しくね新しいんじゃねえかだって、その後甲斐さんがそこで歌ったというのを完全版で聴けたというのがね、やめなさい、すごい良いですね、甲斐バンド10年ぶりのベストアルバム、ベストオブロックセット、カリスマのスイングということで、これをもって甲斐バンド9月23日からツアーに出るという、まあ去年あの日比谷ね野音、でやってますけども、ツアーとしては3年ぶりと、はい、そうですということでございますね、はい、どうもありがとうございました、どうもありがとうございました。